ニューブリテンはアメリカ合衆国コネチカット州の中央部ハートフォード郡に位置する町である。ハートフォード市の南西約9マイルに位置している。2010年の国勢調査では人口73,206人だった。市は製造業の中心としての歴史があり、スタンレーブラックデッカーの本社があったので公式ニックネームはハードウェアの都市である。ポーランド系市民が多く。 冗談混じりにニューブリッドスキと呼ばれることも多い。ニューブリテンの町は1867年に設立され、1754年にニューブリテンソサイエティという名前で新しいパリッシュに法人化された。1850年にはタウンシップとして、1871年には市として認証され、近くの町バーリンからは分離した。1905年統合検証が採択された。 20世紀の初期、ニューブリテンは世界のハードウェア種とあるいはハードウェアの都市と呼ばれた。主な製造業者として、スタンレーワークス、P&K、K、コービンカンパニー、ノースジャットが市内に本社を置いていた。1843年、フレデリック・トレント・スタンレーが、ニューブリテンで、スタンレーのボルトマニファクトリーを設立し、ドアボルトなど、単鉄の金物を製造した。 1857年、そのいとこのヘンリー・スタンレイが、スタンレイルールレベルカンパニーを設立した。レナード・ベイリーが発明し、スタンレイルールレベルカンパニーが製造した飛行機は、スタンレイ・ベイリー飛行機と呼ばれ、19世紀末から20世紀、初めの木工製作者に称賛され、今日でも人気が残っている。この2社は1920年に合併し、 スタンレールールレベルカンパニーは、スタンレイワークスの試行具事業部となった。1869年、針金ハンガーを市内の OA ノースが発明した。1895年、バスケットボールの技であるドリブルをニューブリテンの YMCA で開発した。1938年、ニューブリテン高校がルイジアナ州バトンルージュで開催された。 全国高校フットボール選手権に出場した。1954年、やはり YMCA で、ラケットボールが開発された。ニューブリテンのモットーは、ラテン語で、インダストリア・インプレット・アルビタ・イメリー・フリューター。翻訳すれば、産業が蜂の巣を埋め、蜂蜜を楽しむとなる。この言葉は、ニューブリテン住民で、外交官、事前事業家。 社会活動家だったエリフ・バーリットが初めて作った。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は13.4平方マイルであり、このうち陸地13.3平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.52%である。ニューブリテンの地形は柔らかく、うねりのある丘陵と若い森林でできている。多くの公園は植樹され、 小さな未開発地には草林がある。通りも街路樹が植えられている。市の北半分の家では前提に少なくとも一本の木がある。市内を省流が開発に妨げられずに流れている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ニューブリテンはコネチカット州でも最大のポーランド系住民がおり、1930年には人口の4分の1が、 ポーランド系だった。市内のブロード通り地区は、リトルポーランドとも呼ばれ、1890年以来かなりの数の企業や家族がいる。2008年9月23日、ポローニャ事業協会の推薦により、市政委員会は、全会一致でブロード通り地区を、リトルポーランドと公式に指定する決議を通した。近年、ポーランド人社会は、文化的にも、経済的にも、 再活性化されている。ポーランド語新聞が3紙あり、テレビ局や多くの企業と公的機関はバイリンガルである。リトルポーランドにある郵便支局は国内でもただ一つポーランド語でポストと書かれている場所である。毎年4月最終日曜日にはリトルポーランド祭が開催されている。ポーランド地区を訪れた著名人としてはリチャードニクソン大統領や 1987年7月8日のロナルド・レーガン大統領がいた。1969年、当時は数奇教で後に教皇ヨハネ・パウロ2世となったカロル・ユゼフ・ボイティワがセークレット・ハート教会でミサを行った。2007年にその栄誉を称いて彫像が建立された。ボストングローブから都市のポーランド人中心と呼ばれたリトル・ポーランドは中米ポーランド大使、 ライスザードシュネプフの関心を引き、アメリカ合衆国上院議員、クリスマーフィとリチャードブルメンソール、会議員のエリザベス・エスティ、さらに、ポーランドセジムのメンバー数人と共に地域を回った。ニューブリテンナまりとされる中でポーランド語の影響は、ボボインの質にいくらか見られる。例えば、N? の前でビボインとなって、小さくなる。ただしチューブコネチカットなまりの特徴は、T。 で終わる後の t に正門閉鎖音を置き換えることであり、a とは et の代わりにと発音される。ニューブリテンという語はニュー BN ーのように発音される。ニューブリテン市の2009年包括的財務報告書によれば市内の主要雇用主は次の通りである。市内には中央コネチカット州立大学とチャーターオーク州立カレッジがある。ニューブリテン教育学が 公立学校を運営している。高校はニューブリテン高校一校である。マウンテンドーレルサドベリー学校もある。コネチカット州道9号線が市内の幹線道であり、ハートホードやオールドセーブルック、ミドルタウンとつないでいる。週間高速道路84号線自体は市の北西宮をかすめている。公共交通はコネチカットトランジットが担当している。 計画中のハートフォードニューブリテンバス道路では、ニューブリテンがその一端となる。長さは9マイル、停留所は11カ所、ニューブリテン中心街の停留所を建設中であり、もう一端は、ハートフォードのユニオム駅となる。この道路は、両都市を結ぶ、使われなくなっていた、通行券道路に沿って建設されている。アムトラックの停車駅は、隣接するバーリンにある、バーモンター号、 シャトルがアメリカ合衆国北東部の目的地に向かっている。スプリングフィールドとハートフォード、ニューヘイブンを結ぶ通勤鉄道が計画中であり、バーリンはその停車駅になる。メインストリート東の絵はがき、1911年、ゴロニューブリ天使は世界のご都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。